ヒューストンの地元メディアによると、現地時間21日午後8時、中国総領事館で火災が発生し、警察と消防が出動しましたが、建物への立ち入りを拒否されました。警察当局者はアメリカメディアに、中国領事館は現地時間24日午後4時までに建物から撤去するよう命じられたため、機密文書を燃やしていたと述べました。アメリカテキサス州ヒューストン市にある中国総領事館は、アメリカ政府に72時間以内に閉鎖するよう命じられたことが分かりました。アメリカ国務院のモーガン・モルタガス報道官は22日、メールでアメリカの知的財産権と民間情報を守るため、ヒューストンの中国領事館に閉鎖を求めたと表明しました。マルコ・ルビオ米上院議員は同日、ツイッターに在ヒューストン中国総領事館がスパイ活動の巨大拠点だ、とっくに閉鎖されるべきだと投稿しました。同議員は上院情報特別委員会の委員長を務めています。ロイター通信は情報に詳しい関係者の話として、中国が武漢のアメリカ総領事館に閉鎖通告を検討していると伝えました。